どうも力丸です。今日はですねソニーから発表されました業務用のカメラ ILX-LR1 についてお話ししたいと思います。個人的にはすごいテンションが上がっちゃったんですけれども、まあ詳細を詰めていく前にですね最初に概要についてお話ししますね。普通のミラーレス一眼カメラからモニター、ファインダー、バッテリーを取り除いたようなカメラになります。一般的に考えるとそれでどうやって撮るんだと思うんですけれども、まあ、主たる用途としてはですねドローンに乗せて、使うことではないかなと思います。ただ個人的にはですねジンバルに乗せても活躍するんじゃないかなという印象が、ありましたんでですねその辺も最後ら辺後でですねお話ししたいと思います。実はですねバッテリーはあるけど、モニターやファインダーがないカメラっていうのは結構あるんですよね。パナソニックであったりキヤノン、以前はブラックマジックデザインからも出てたんですけれども、まあ、四角い真四角、立方体ぐらいの感じですかね、ボックス型で、主に動画用のシネマカメラの位置づけのものが今までは多かったです。主にですねジンバルに乗せて、外部モニターをつないで使用するような機種ですね。まあ、それらからさらにバッテリーまで取っ払って軽量コンパクト化したっていうようなものが今回の商品になります。ちょっと個別具体的にどんな活用シーンがあるのかっていうのも見ていこうかと思います。まあ、こちらの通りなんですね。点検、まあ、このカメラを飛ばしてですね、点検に使うと目視ができないようなところをこれでドローンで飛ばして、近づいて点検をすると目視の代わりに点検する。で次マッピングって書いてあるんですけどこれもですねまあ馴染みのない方からすると何のこっちゃという話なんでしょうけれども写真測量のことですね。マッピングこれで地図を作るということになります。地上を 3D 計測できるんですね。まあその直接スキャナーみたいに 3D 計測できるわけではないんですけれども写真をいっぱい、いろんな角度から地形を撮ってパソコンで解析することによって、3D の点群のデータにすることができます。それをまあ地図マッピングに使っていくというような感じですね。で調査、まあこれはまあ点検と似たようなもんだと思いますけれども、まあこのカメラ自体にですね赤外線カメラとかセンサーがついているわけではないので基本的には目の代わりをする、自分がいけないところに入っていってもらって見てもらうっていうようなところなんで、まあ、点検と調査は似たようなもんかなと思います。で一番右フォトグラメトリー、ここら辺も馴染みがない方が多いかと思うんですけども実質ですね技術的には、マッピングと同じになります。要はいろんな角度から 3D 計測したい 3D で形で捉えたいという物体に対していろんな角度から写真をいっぱい撮るんですね。それを、解析するパソコンで解析することによって、3D の点群データ色と点群のデータに変えることができるんですね。そういったものを例えば 3D プリンターで出力したりということもにもつなげられるといったものですね。まあ、主にこういったところを活用シーンとしてですね、想定されているということなんですけれども、基本的にはですね、まあ、動画も撮れるんでですね、まあ、動画の利用用途とかいうところも考えられるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと表面からはですね、そこら辺がちょっとあまり情報が少なくてですね、そんなに想定されてないのかなって感じがあったんですけども、そこら辺もですね、まあ、動画ユーザーでもある私からするとちょっといろいろ考察後でしてみたいと思います。これが商品情報になるんですけれども、いろんな向きから撮った写真がこんな感じですね。ものすごい、まあ、フルサイズセンサーのカメラとしてはコンパクトになります。有効約6100万画素フルサイズセンサーと最新の画像処理システムによる高い解像性能ということなんで、まあ、6100万画素ということで、α7R5 と同じセンサーじゃないかなと思います。なんで高画素なんですね。これなんで、このわざわざ画素数の高いセンサーを選んだのかということを、まあ、おもんぱかるにですね先ほどの、使用用途がやっぱり関係していると思うんですね。
点検であったりすると、空を飛ばすカメラはですね、ズームっていうのがなかなかできないんですね。そうなってくるとデジタルズームを使わなければいけない、クロップを使うことで拡大縮小しなければいけないということになりますので、高画素であればですね、クロップしても画質があんまり低下しないというところがありますので、今のところ最大画素数である6100万画素を使ったということではないかというのが1点、あとマッピングとフォトグラメトリーもそうだと思います。これもですね、写真の画素数が高いと、かなり細かい点までですね、その 3D 計測で点として表出することができますので、そういった点でもですね、高画素の方がいいというところが、やはりわざわざその α7S3 とかのですね、動画機能が強い、センサーではなくて、高画素のセンサーをわざわざ使ったというのは、そういったところではないかなと思います。で、次。調査マッピングに適した連射性能が高いっていうのがあるんですね。これもまあイメージがつきにくいかなと思うんですけれども、ドローンっていうのはですね、飛ばせる時間っていうのがそんなに長くないんですね。マッピングしようとするとものすごい枚数を取らなければならないので、長時間ドローンを飛ばさなきゃいけなくなるんですね。バッテリーで飛んでるので、そんなに長時間飛べない中でいっぱい写真を撮らなきゃいけないということになりますと、やはり、軽量コンパクトでないといけないし、連写性能も高くないともたもた撮ってたら間に合わないんですね。そういったところで、連写性能といったところが書いてある。特徴に行ってみますね。高い描写性能、有効6100万画素フルサイズイメージセンサーと最新の画像処理システム。まあここら辺はね、文句がある人はいないんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと気をつけなきゃいけないなと思うのは、感度 ISO100 から32000までって書いてあるので、やはり高画素のセンサーなので高感度耐性、暗いところにはあんまり強くないセンサーとなっているというところがあります。表現力に関しては最大15ストップの、ダイナミックレンジということなので、割と、解像豊かというか高画質というところは、期待できるんですけれども、やはり、暗いところはちょっと難しいかなという印象です。暗い時にですね、ドローンで飛ばすかというところもあるので、あんまりね、そういうことはないのかなと思います。なので、高画素、先ほど言ったみたいにマッピングとかですね、 3D 計測のためという利用の用途がメインとなるのであれば、基本的には高画素の方が優先されるということじゃないかなと思います。調査マッピングに適した連写性能、これも繰り返しにはなりますが、秒間3個まで撮れるって書いてあるのでかなり撮れますね。これは相当な連写性能になります。ただドローンが動きながら撮るということになるので、じゃあ1秒間 3回止まれるのか、ピタッと止まれるのかというと止まれないと思うんですよね。なので、シャッタースピードとの兼ね合いとかもあるかと思うんですけれども、超高速のシャッタースピードで、もし設定できるのであれば動きながらでもですね、ほぼ止まっているような、写真というのは撮れると思うのでですね、そこら辺はちょっと発表を待つしかないのかなという感じですけど、いずれにしても、高速連写性能を持っているので、いっぱいたくさん、短時間で撮るということができるので、ドローンに乗せるのには向いているというところがあるかと思います。豊富なレンズバリエーション、ここは言わずもがなですね。じゃあどんぐらい軽量で小型なのか、もうこれすごいですね。10センチ、 7.4センチ、4センチ、むちゃくちゃちっちゃいですね。で、重さが 243g、 もうコンデジ以下ですよね。レンズがね、これに、例えばですけれども、一番軽いタイプの G レンズあたりをつければ、それでも、200g 弱ぐらいかな、なので450g ぐらいかなで構成ができると、とんでもなく軽いですよね。僕はね、この機能をできればジンバルに乗せて使ってみたいなと思いますね。そこら辺もちょっとね、後でまた考えてみたいと思います。優れた設置性能、ここら辺はそこまで、当然のものがあります。分かりやすいインターフェース、ここもですね、ミラーレス一眼を使われている方からするとですね、むしろ不自由に感じられるかと思いますので、これはあえて触れなくてもいいのかなという印象ですね。外部給電が可能ですっていうのと、リモート撮影に適していますということですね。
まあ、これもですね、まあ、一番ちょっとまあドローンユーザーじゃなくてジンバルユーザーの方、一般のカメラユーザーの方から気になるのは、じゃあディスプレイ、まあ、外部ディスプレイにつながなきゃいけないよねっていうところがまあネックになってくるので、ここが気になると思うんですよね。 HDMI 端子からの外部ディスプレイ接続、これがどうなっているのかってことなんですけど、まあ、ここら辺が詳細がですね、ここからは読み取れないんですね。なので、まあ主な仕様の方で推測するしか今はないんですけれども、ここですね、 HDMI 端子タイプ D なんですね。これがちょっと気になるんですよね。タイプ A というか、まあ、普通のフルサイズの HDMI 端子じゃないんですね。なのでやっぱり通信速度とかそこら辺にやはり制限が入るので、せっかくの6100万画素だけども、もしかしたら 8K とかは撮れないのかなという印象です。そこら辺はちょっとね、また後ほどおそらく本格的にですね、発表というか12月に発売なんで、その時にももう情報が出てくるかと思うんですけれども、おそらく 8K は無理なのかなと。ただですね、これ見る限り 4K の 60p 60コマまでは撮れるみたいなんでですね、僕の用途としては十分、 YouTube の最大フレームレートが 4K の 60p なんでですね、まあ十分かなという印象があります。ただ 8K 出したいという人は気をつけなきゃいけない、もしかしたら出せないかもしれないっていうのは念頭に置かなければいけないかなと思います。ただですね、ちょっと気になるのが、この内部収録もできるんですね。 HDMI で外に出して収録しなくても、USB じゃねえや、SD カードのスロット、 UHS2 対応のカードスロットがあるんですね。なので内部収録であれば、もしかしたら UHS2 対応であるということから見ると 8K も撮れるんじゃないかなと思いますね。なんで、まあ、内部収録だと 8K 撮れるけど、外部出力 HDMI 端子で外部のレコーダーに撮りたいとかいうと場合であれば、もしかしたら 4K までしか 4K60p までしか撮れないということがあるのかなと思います。あの動画時のですね、最大画素数がですね、一番上に書いてあると5080万画素と書いてあるので、多分 8K までいけるんじゃないかなという予想がされます。まあ、基本的には α7R5 と動画性能も写真性能もほぼ一緒といった印象ですね。ただ外部出力、外部レコーダーに出すときにはもしかしたら 8K は難しいかなという感じですね。ただですね、この下にロー16ビットって書いてあるんですね。16ビットローで出力ができるということになってます。なんで、まあ外部レコーダーを使ったらもしかしたらロー、例えばプロレスローとかですね、撮れるんじゃないかなという感じですね。そこら辺はちょっと、まあ、詳細まで書いてないんでですね、その外部レコーダーのサイト等を見ればそれに対応するかどうかっていうのが、まあ、今後ですね、更新されていったりとかいうことはあるかもしれないなという印象です。まあ、おそらく撮れるようになるんだろうと思います。アルファなんでね。といった感じですかね、スペック的には。まあ、最後にそのジンバルに乗せた時のですね、どうかなっていうことをちょっと考察するとですね、やはりまあ 243g のありえない軽量っていうのはむちゃくちゃ魅力的だなと思うんですね。まあ、電源はなくてもですね、コードでつないで給電できるシステムっていうのが今のジンバルはほとんどのものについてます。よっぽど軽量な、ジンバルでなければ給電機能がついているので、それはまあ USB とか Type-C の、ポートがついているんでですね、そういったものとかで、給電はできるんじゃないかなと思います。あとはモニター問題ですね。まあもともとジンバルに乗せて撮られる方はですね、モニターやはり見にくいので、モニターをジンバルの方に固定してですね、HDMI を使って、つないで、見ながら、そのモニター大きなモニターを見ながら撮るという方はいらっしゃるんで、備え付けのモニターを見ないという方も結構いらっしゃるんですよね。そういった意味ではまあ割といいんじゃないかな、もっと軽くなるしこっちの方がいいという方も いるんじゃないかなと思いますね。あとは僕の個人的な利用の方法なんですけど、僕はですね、割と街歩きの動画なんていうのはですね、超広角の小さいレンズを単焦点レンズをつけて、ただただ歩き回るっていうような
やり方をしたりするんですね。そういった時にはこういうのはものすごく使えるなって思うんですね。長時間歩く時にやはりネックになるのは小型軽量なんですよ。例えばですけどこのカメラにですね、単焦点のそれこそ 200g ぐらいの、もしくは 200g 以下ぐらいのレンズ、超広角のレンズをつけて、モニターをもう見ずにですね、ただただ歩いていくっていう動画を撮るとかいう時には、まあ、モニターを見ることもほとんどないんでですね、でそういった時にはものすごくこれは使いやすいなというふうに思います。こう例えば、ジウンの M3 とかですね、ものすごい軽い、ジンバルにこういったものを乗せて軽量なレンズもつけて歩くってなると、長時間歩く際にはものすごく手とかにはですね負担がかからないと思うんですよね。なんでまあこういったところはねかなり魅力的だなというふうに感じます。ただちょっと音がどうなるのか、どうなんだろう、音の端子とかはどうなってるのかな。音を取りたい場合にはまあマイクロ HDMI マイクロ端子から外部レコーダーにつないで、外部レコーダーの方に音声をですね別撮りするっていうふうに合わせていくというようなことが必要なのかもしれないですね。そこら辺ちょっと残念ですね。ただまあ先ほどちょっとね申し上げましたけれども、ただただモニターを見る必要がない使い方とかもできるんじゃないかなと思いますんでですね、まあ個人的にはものすごくいいように感じました。まあその元よりですねジンバルにカメラを載せてモニター、外部モニターをですねもともと使っていたという方にはですねより軽くなる仕様になりますので、こういったカメラというのはかなり魅力的に感じられる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。皆さんどう思われたでしょうか。